こんにちは、ギターの佐々木秀久です。今日はですね、こちらギター音程感覚トレーニング、こちらの本はね、どんな本なのか、ギタリストにね必要な音程感覚、つまり音感ですね、これを身につけるための本なんですけれども、フレーズが持っているこう 音程の情報をちゃんとドレミで把握できている、でなおかつ指板上のね、情報とちゃんとそれがリンクされているっていう、そういったものが身についていると、例えばもう頭で浮かんだフレーズをパッとギターで弾けたり、あとは聞こえてきた音をねすぐこうギターの運指に直せたりとか、あとコピーしたフレーズをね違う曲とか違うシチュエーションでもこう応用できたりとか、そういったね、ことが可能になってきますね。冒頭でやったねエクササイズはこの本のですね4章に書いてある、一人コール&レスポンスっていうエクササイズなんですけども、ドレミを歌ってくれるので、それをすぐこう運指に直していくっていうねエクササイズなんですけれども、こういったね指板の情報としっかりこう結びついた音感ってものを身につけてるってことが、1年後2年後それからもう長い目でもう5年後10年後とか、すごくね大きな差になってくるんじゃないかなっていうふうにね思いますね。いわゆるこう指先行じゃなくてね、こう耳こう音先行でギターを弾く、こう音楽的なギターを弾くねギタリストになりたいよって方はね、ぜひぜひこの本おすすめでございます。興味ある方はぜひぜひねチャレンジしてほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。